第8週はワテのお母ちゃん。とあるように、水川あさみさんが、来場になるのでしょうか朝市のプレミアムトークのゲストへの出演。確定したようなものですね。六郎も心配なところです。純粋な子だから、無事でいてほしいですが、兵隊さんになってしまうのですね。そういう時代が訪れる、朝ドラを見て、いつも思うけど、 誰も幸せなな時代じゃなかったよね。だからそういうのはやっちゃいけないのにそれから私事ごとですがもう一度謝罪しないといけないようで最近、ショート動画でアップしているのですが使用している画像についての苦情のようなコメントが多いのですよね。前にも言ったけどメンタル弱いのだからそこで責めないでほしいです。 著作権をクリアした画像を使用すると、どうしてもああなっちゃうのよね。出演者の画像を期待して、見てくれた人には本当に申し訳なく思うのですが、私には使用する権利がないので、分かってほしいなと思います。第8週のあらすじです。第二次世界大戦が始まろうとしていた昭和14年、鈴子は、 派手さを控えるように言われ本来の力を出し切れていない善一は外国人の恩師が国外退去になり怒りを覚えている弟の六郎には赤紙が届き出征することになった皆時代に翻弄されながら生きているそんな中でも続けていた舞台公演の最中鈴子のもとにある電報が届く